それではこちらを続けていきましょう。ドラゴンボール Z スーパー悟空伝突撃編と、もう本当じゃ本当じゃ、帰ってくるつもりがの。しかしお前さんも大したもんじゃんの。ありきたりの材料でこんなの作ってしまうとは。でで父がお気に入りじゃないんじゃな。86でしたからの。85か。いくら僕が無鉄砲じゃと言っても。あいつ殴り込むつもりか。よう見てたな。やれやれ、しょうがないやつやな。わしらが助っ人してやるしかないじゃろ。ドラゴンボールが来ますとな。いよいよタオパイパーが土産を持った到着だ。落とせよ。やられたどういうことだ。レーザーモニターを撃つぜ。これはタオパイパーにありません孫悟空のやつです。なんだと、なんであいつが。ということはタオパイパーがあの孫悟空にやられたということか。いいか、一歩もやるんじゃないぞ。すでに入り込まれました。いたぞ、そこだ。この先へ行かせんだ。ねえ、おい、どっちだ。よし。おい、いたぞ、ここだ。この先へ行かせんぞ。てえ、どっちだ。よし、こっちだ。あーて、いたぞ。てーうわ。よし、まだまだ上か。おい、いたぞ、屋根の上だ。よし、カメハメハよわ。はい、まだまだ上か。まっすぐこちらの方向に向かっています。やはりドラゴンボールを狙っておるな。そうせ、念のため地下にでも隠れていてください。冗談じゃない。なんであんなことも一人に隠れる必要がある。しかしあのタオパイパーを倒したほどのやつです。レッドリボン軍は無敵の軍隊だ。まあ数百倍の強さを持っている者にとっては関係ないところだけどね。どっちだ。よし、こっちだ。おい、いたぞ、ここだ。うわ、よし、上だな。ギャ、こいつって。うわ、よし、あっちだな。もうすぐだ。もうすぐここへやってきます。すでに半数近くの兵を失いました。なんだと。お前らそれでも世界最強のレッドリボン軍か。さ、早く早く飛行機に乗って。だってだよ、まだ死にたくないぜ。何かの役にはきっと立つ。みんなだって悟空に助けられたことあるだろう。こういう時は頼りになりますね。肝心なとこでくしゃみしないでくださいよ。化け物だ、逃げろ。自分たちより強かったら化け物か。そ
少し抵抗しろ。なんという情けない。それでもレッドリボンか。残った兵たちも退散を始めたようですな。なんということだ、たった一人の子供に。どうやら我々あの孫悟空という子供の想像をはるかに超えたパワーに気づくのか遅かったようですな。私たちもドラゴンボールを置いて引き上げるしかないですよ。くしょ、あと一息だったのに。あとちょっとで私の背が伸びたのに。どういうことですか。まさかボールを集めてのレッド殺意の身長。どうだ、文句あるか。なんですと、世界を支配するためではないんですか。そんなことは時間さえかければなんとかできたことだ。その前に支配者はかっこよくなければいかん。地味ではギャルには持てん。たったそれだけのことで我々は苦労して。薄れでかいお前に地味の気持ちはわかるもんか。そんなことのために何人の兵が倒れたかわかってるか。ブラック、お前創生に向かったその口の利き方は何だ。お前は黙って創生の命令を聞いておればいいんだ。お前に総帥の資格はない。レッドリボンはこの俺様が総帥となり新しく立て直す。世界の支配者はこのブラックだ。ドラゴンボールここにあるだろ。とうとう来たか。おめえがウブか。そうだ、たったさっきからな。ここにあるドラゴンボールオールはもらうぞ。どうだ孫悟空だよな、こうしないか。私お前の二人でドラゴンボールを集めて世界を手に入れないか。世界を手に入れる。そうだ、世の中を思い通りに動かすんだ。何もかもだぞ。いやだ、お前の仲間に殺されたお前の父ちゃん生き返してやるんだ。それにおら悪者仲間にはなりたくね。そうか、では戦うしかなさそうだな。そうだな。自信たっぷりのようだな。だがこれまでに奴らのようにはいかんぞ。目を倒せ。素直に仲間になればいいものはバカめ。ドラゴンボールシェンロンへの道の最終決戦のバトルと同じです。はい、カウンターキックからセラディモンナーからしてみましょう。はい、はい、さなら。どうだ、参ったか。これほどまでの強さとは。もうこさしろな。さすがのお前もこのバトルジャケットにはかなうまい。負けるな、悟空。こうなってはさすがのお前も勝ち目はないな。やってみなきゃわかんねえさ。今な気候派ガードか。機械に乗っていてもひよったら終わりだな。さすがに一発二発じゃ倒れねえか。うう、はあ、新しい防御技覚えたぞ。
おい、ここだ、ゴク。あれ、みんななんでこんなところにいるんだ。どうや、突撃するが思いとどまったようだな。お前がレッドリボン軍に乗り込んだって言うからみんなで助けに来たんだぞ。よくわかったな、俺が乗り込んだって。相変わらず無茶なやつだぜ。それにしても殴り込みを上げ向かうのは正解だったぞ。わ、ほらやめてねえよ、殴り込んだ。みんなやっつけてドラゴンボール6個揃ったぞ。みんなやっつけたで、レッドリボン号が一人でか。なあ、残ったやつらもみんな逃げちゃった。プアル、ちょっと基地の様子見てこい。はい。本当にそう、全滅しちゃってます。なんと、とんでもないやつじゃ。信じられん。ほら、前よりずんぬんと強くなったな。じいちゃんも昔登っただろう、カリンド。なる、お前登ったのか、カリンドに。ね、カリン様にもあったぞ、不思議な水も飲めた。そうか、それでますます強くなったんじゃな。なんというやつじゃ。あの調整素用のものにこの足でさえ3年もかかったというのに。あ、そうだ、ブルマ、ドラゴンボイレーダーまた壊れちゃったな。ほら、レッドリボンに殺されたウーパーってやつの父ちゃん、シャノンに頼んで生き返らせてやるって約束したんだ。お母さん、偉いな。あった。あれれれれ、レッドリボン軍に一人で立ち向かう悟空がなんといいね。おやみ、あともうちょっと、あともう一つ少しで、オーラブロックのところまで行けそうでやすぜ。やっぱこれ矢の美さんだな、声宮内さんじゃなくて。そういや、達成表を少しは見ろって言われたな。イベントバトル表がないよ。ああ、ワープロに負けていないか。一応今のところレイ以外には勝ってるな。残りの一つが映らないじゃないか。途中までちゃんと7つ映ってたんだぞ。だとしたらもう探しようがないじゃないですか。困ったな、どうしよう。占いババの宮殿に言えばいいとも、そのボールがありか教えてくれるぞ。俺に聞くよりブルマさんに聞いた方がいいんじゃないですか。占いババの宮殿、何ですか、それは。探し物がどうしても見つからないとき、占いババに占ってもらうんじゃ。必ずや見つかるじゃろ。ちゃんと姉の宣伝に協力する弟もいいですな。弟か、それどこにあるんだ。地図で見ると、ここじゃ、ここじゃ。この場所ならわかるぞ。よし、俺の飛行機で一緒に行ってやろう。じゃあ悟空と一緒に修行してくれ。強さなら多分占ってもらえると思うがの。本当にそいつドラゴンボールなんか分かるのかな。無天王様がおっしゃるんだから間違いないと思うが、占いじゃない。それにしても悟空、お前服がもうボロボロじゃないか。おまけにちょっと見ようぞ。ずっとこいつ来て戦ってたからな。町に降りて服を買い替えた方がいいだろうな。占ってくれるかもしれないぞ。別なやつだな。そうした方がいいならやってもいいぞ。ほら、今まで着てるやついいよ。あ、じゃあそれと同じ服を新調いたしましょうか。単純な服ですからね、1時間もあればできますよ。一番安い機種でお願いしますね。どうする、出来上がるまでちゃんとサテンでも入ってるか。今のうちにウーパーを連れてくれ。もうちょっとでドラゴンボール全部集まるからな。ウーパー喜ぶぞ。じゃ、間違えずにここに戻ってこいよ。なあ、
原作と一応同じようにしています。エヴァイルカーオーラー来たぞ。悟空さん、やっぱり悟空さん、よかった、生きてたのね。死ぬもんか。僕ね、ずっとお祈りしてたんだよ。レッドリボンのやつね、やっつけたぞ。ドラゴンボールも6つ集まったぞ。あと1つでお前の父ちゃん生き返らせることができるんだ。だからついてこいよ。はい。こいつがバラ。はじめまして、こんにちは。僕、服で生きてるぞ。割と可愛い女の子じゃないか。お前男だろ。なんでやろうか。こんなところで気があるなよ。ジジガクだ。クソも神秘だ。サンキューヤムちゃん。どうやろう、あとどれくらいだ。この辺りのはずですけど。砂漠しか見えないじゃないか。無天王様にいただいた地図はこの辺りなんだけどな。ほら、キントーンで見てきてやろうか。そうだな。悪いが悟空、ちょっと見てきてくれ。よし、キントーン。あの湖が見えるところに建物がある。あそこですよ、きっと。なるほど、それっぽい建物だ、間違いないな。ちわーりー、キンド、また今度頼むな。よし、降りるぞ。でもアイコンでは。グレートリーがいる。僕たちの他にも何人か来てるみたいだな。はいはい、並んでください、並んでください。あなた方も皆さんお仲間ですか。まあそうだけど。そうですか、なるほどね。では順番が来たらお呼びしますので。おかしいと思うか、並んでるのはやつにやけにごついやつらばかりだ。いやだな、脅かさないでくださいよ。きっとどこかの道場の仲良し5人組ですよ。いやそうかそうか、そういえばあそこにしまい込んでいたわ、純金の漬物石。めちゃくちゃ、ほらごついやつばかりじゃないじゃないですか。ヤギにさ、お待ちどうさまでした。なんだ今の熱中どうしたんだ。へへへ、さどうぞどうぞ。お釣りしました。あのさ、探してほしいものがあるんだけど。金がいるのか。おい、みんないくら持ってる。そんな大金誰も持ってるわけないよな。そんな大金持ってるわけありませんよ。どうするんですか。なんだそういうことか。やりますよな。当然ですよ、面白いじゃないですか。僕は見学してていいかな。僕も戦いはちょっと。じゃあこっちは3人だ。ルールは、自信満々で自らの名乗りを上げたクリリンではあったが、占いバオが最初に差し向けたドラキュラマンの吸血攻撃で思わずダメージを受け、あっけなくやられてしまうのであった。やられる前に髪の毛が増えましたけどね。なんだ、あっさり負けちゃったな。あっさりとやられてしまったクリリンに代わって次に悟空たちが選んだ相手はプーアルとオパだった。2人はドラキュラマンの弱点をついた見事な作戦でドラキュラマンを倒したのである。やったやった、ヤムちゃんやりましたよ。まあまあだね。次のある敵は姿の見えない敵、透明人間つけたんだ。続いて戦いに出たヤムちゃんも見えない敵の前では一方的にやられるだけだった。
しかしブルマと亀仙人を使ったグリリンのスムジュノープリーで見事にヤムチャのピンチを救ったのである。お前どうやもっと言いだわりよ。でも内緒で褒めちゃう。占いババさんに物を尋ねる場合、法外なお金を取られるらしいのです。しかし、そのような大金がない場合には、占いババさんチームと戦って5人全てに勝利すれば、ただで教えてくれるのです。ブルマ、使えよ、ブルマ。相変わらずでもついに、お姉ちゃんは。なんでさ、その姉ちゃんって。占いババはわしの兄じゃよ。そういうことでしたら、こんな厄介なことしないでも、占ってくださるように頼んでくださいよ。平気ですよ。これも修行になるんですからね。なんだここは。なるほど。だから悪魔の便所か。面白そうじゃないか。やってやるぜ。やれやれ、透明人間の次はミイラか。まさかこんなところにあれほどやつがいるとは。ほらだ、もちろんやるさ。頑張れ悟空、死ぬなよ。なあ無体の王様、いくら悟空が強いと言っても勝ち目あるんでしょうか。今までの悟空ではおそらく勝てない。しかしその後の修行ではやつは確実に腕を上げていると見たかな。どうじゃろう。やっぱここでも尿意棒使っちゃダメなんだな。小さいくせに妙に大きく見やがる。さあ来いよ。まあいつも通りやり方としては、避けられるかね。2段目まで行きました。カウンターキック、カウンターエルボーなんか違うんかね、ここら辺の。このまでとは、僕のやつがとんでもない大物になりよった。わしも驚いておる。一人でレッドリボンを全滅させてできたわけじゃ。あいつ結構腕が立つようだな。何がおかしいんだ。いやいや、なんでもないよ。ここまで来たやつは初めてだが、俺様に勝てるわけないぜ。なに、もう悪魔を出すのか。やつは今まで5人目を務めていたはず。でも今まで来たやつがいねえってことは、少なくとも今まで悪魔が出たことは一度もないってことだよな。ということはもっとすごいやつが最後に控えておるのか。地獄へ一面相ご案内だ。あんたもあんまり必要そうじゃないね。何気にこいつはスーパードラゴンボールヒーローズにも出演してます。ここに好きでこの悪魔がやられるわけないぜ。なんでデザインしてやったもんね。なんだと。よし、こうなったら俺の本当の力見せてやろう。どんな喜ぶってやつも絶対に少しは悪の心がある。
そのわずかな悪の心をどんどん膨らませれば爆発を起こす。お前コッパ未人になって死ぬのだ。え？悪魔糸講座。なあ、これが何だっつうの？分かんない、悪の心が全然ないというのか。なくそ、間に合わなかった。今度は勝ったぞ。ちってやりすぎたかな。新しいキック技覚えたぞ。すげえぞ悟あいついい匂いがする。よくわかんないけど嬉しい匂いだ。ウタノウさん、どうしたんですか。さっきから黙った。あやつの声に聞き覚えがある。どこかで会っていることがあるような気がするのじゃが。よし、絶対に勝つぞ。ありゃ、試合前の一覧をせんか。あ、いや、そっか。さ、ドラゴンボール史上最初の感動的名場面の始まりです。だいぶ修行してようじゃな。なあ、ほら絶対勝つぞ。続けるかな。ダメだ、間に合わねえ。あ、間に合った。交際してるのがいいんじゃないのか。
嫌だもんね。やったぞ、あいつの逆転は進歩だ。ピラフ様、この子に体調子が悪いですね。あのケースにボールに入れておけばリーダーには移らない。つまりあのケースは生物だということですか。生物に囲まれると移らないというわけですから。つまりあいつは絶対に全部のボールを集められないのだ。もうあいつは怖くない。ピラフ様のいただきだ。よし、やつらのドラゴンボール奪いに行くぞ。こいやつじゃな、まだ参ったと言わんつもりか。山か。あやつは死んだ悟空の祖父孫悟飯じゃよ。えいよ、降参でと死んでしまうぞよ。やったしもた、しんぼが切れてしもた。しよくもおらのしんぼちぎったな。おらもう怒っちゃったぞ。あいつは、わしの負けじゃ。おい、強なったな、悟空よ。よう、ここまで修行した。なんでおらの名前を。じゃ、弱点であるを鍛えるのは怠ったようじゃな。注意しておいたはずじゃが。まさか、まさか。やれやれ、情けないの。今頃気づきよって。おう、じゃ、わしじゃよ。じいちゃん、じいちゃん、泣くやつがあるか。悪かったな、しっぽ弱点を克服しとらんかったようじゃから。今しめてやろうと思ったんじゃが、つい力が入りすぎて切れてしまった。それにしてもほんと強くなった。このわしがかなわなんとはな。お天老師様に教えいただいたのか。老師様、お久しぶりでございます。懐かしいのは。それにしてもお主だとはしばらく気づかなかったぞ。じいちゃん、いつ生き返ったんだ。いや、生き返ったわけではない。占いママ様は自在にあの世とこの世を行き来できなさるのじゃ。そしてあの世から死んだ武術の達人をスカウトしてきて、こうやって試合をして働かせてくださるわけじゃ。この世に戻れるのはたったの一日だけじゃ。いや、姉ちゃん占いで未来が読める。今日、わしがなんか来ることを知っておったんじゃろ。僕のことが気になっておったのですが、無天老師様のもとで修行しておったとは。ありがとうございます。これで安心してあの世に帰れますわい。ちなみにゲームで悟空とご飯が再会できるのはドラゴンボール界サイヤ人来週でも出てきます。夫婦の初の共同作業の前の時で。それが、わしはそろそろあの家へ帰らせていただきますじゃ。じいちゃん、もう帰ったのか。悟空のたるこましく成長した姿を見られて嬉しかった。老師様、そして友達の皆さん、これからもこのわんぱく坊主をよろしくお願いします。僕が遠い未来、あの世でさらに成長したお前の姿を見るのを楽しみにしておるぞ。バイバイじいちゃん。ほら、会えて嬉しかった。では、ごきげんよう。じいちゃん、ほら、今度まで尻尾生えたら尻尾も鍛えてもっともっと強くなるからな。はい、うれ。おい、じゃあほら、その車探してくれ。でもってボールもらってくれ。聞いたみよーい。ドラゴンボール待ってるからな。やっぱすぐ戻ってくるからな。はい、行こう。聞いたみ。
ういう作戦だ。あいつの執行剤握ってしまえばもうこっちのもんだ。今度こそは願いを叶えてもらうぞ。この世界を私の支配下に。世の中は全てこのピラフ様の意のままに。あれ、おめえたちどっかで会ったことねえか。いや、何の子供だ。そんなバカな。このケースにボールを入れておけばレーダーには映らないはず。うろたえるな。何、所詮我々の敵ではない。いざ取れれば弱点の尻尾を握ってしまえばいいのだ。思い出したぞ。おめえたちまた悪いことしようとしてるんだろ。だったらおとなしく俺にそのボールを渡せ。冗談じゃない。私もドラゴンボールを集めてるんだ。そこでこうしてはどうかな。我々と対決してお前が勝てばこのボールをやろう。しかし我々が勝ったらお前の集めた6個のボールをいただく。じゃあやろう。行くぞ。それ合体。あ、そうだ、ほら尻尾攻撃できないから注意しなくちゃな。でも自慢の尻尾攻撃使えるぞ。このピラフマシンで今までの借りを返してやる。さあ早く戦おうぜ。ピオリは誰のピオリなんだろうか。こっちが早いよ。なんだよ、あっちの。くそー、どうだ、参っただろう。なんだ、あいつは。よし、ダジョウタイプに可変だ。やったな。だがドラゴンボールは私のものだ。懲りなやつだな。戦闘力が上がったのに上がったっていうのに出てなかった今。しかし悟空ってずっと結構ドラゴンボールを集めてるんですけれども、独りよがりの願いって一度も叶えたことないんですよね。まあ唯一あるのがファミコンジャンプ2で17回目のドラゴンボールを集めた時にある、全ての店で売ってる商品をゼロにしてくれ、あれだけだな。よし、願いを叶えてもらおうな。シェンロンよーい、出てきておくれ。
やっぱすげえな。ギャルのパンティーよーくれ、こらこら。どんな願いも一つだけ叶えてやる。やば、願いだ。はい、お願いします。僕の殺された父を生き返らせてください。できる？怪しいことだ。願いは叶えてやった。では、さらば。身長はあるか。はい、悟空さん、今何やったの？ドラゴンボールは願いが叶うとどっかに飛んでっちゃうから、じいちゃんの推進者だけ捕まえたんだ。あ、父上のお墓が。父上、父上、よかった、父上、よかった。そうだ、私は本当にありがとう。生き返ってよかったね。じゃあ、ほら行く。もう行ってしまうのか。もう少しいてくれないか。大歓迎したい。でもみんな待ってるから、また会おうな。はい、バイバイ、さよなら、きっとまたね。やっぱこれから悟空さんのように元気にたくましく生きていくな。とてつもないことをやってのけたのに、たったあれだけで帰っちゃう。悟空団、帰ってきたぞ。どうだった？ウマの親父、生き返ったか？ああ、生き返った。そりゃよかった。大喜びだったろ。はあ、いいことしたろ。やっとボール遊びも終わりましたね。へえ、セジンちゃん、飛び散る前にずっと捕まえたんだ。そんなら、もうボール探しはしなくていいってことが。な、次の天界寺武道会目指して修行だな。そのことだが、俺も武天皇様のもとで修行させてもらうことになったんだ。それ本当か？じゃあみんな一緒に修行だ。お前は別じゃよ。これ以上わしのもとで修行受けてもしょうがないわ。それよりもっといろいろな世界に行って、たくさんのことを学んでこい。いや、わからんけど面白そうだな。よし、では次の天下寺武道会で会おう。楽しみにしておるぞよ。わかった、とにかく次の天下寺武道会だな。じゃあ、ほら行くから、みんな元気でな。実り多き旅であるようにな。キントンって、ウリアン・バーティ、キントンを使っちゃいかん。歩くのじゃ、走るのじゃ、泳ぐのじゃ。自分、世界中キントンなしでか。ハードだな。あの人の修行、相当きついのか。まいっか、じゃあみんな、またな。よし、わしらもせめて家まで走って帰るぞ。ギヘー。熊のベンジョルの戦いはなかなか良かったよ。それにドラマチックな場面もあったっすね。おいら、ミイラカに負けたらどうしようってヒヤヒヤしちゃいました。まだ大詰めどころじゃないよ。この先何が待ち受けるのか。はい、ではここまでにしておきたいと思います。とでは、失礼します。